外郎王は、くだらの第二十一代の王。先代の比牢王の長子であり、三国式によれば、意味川慶治。また、近外郎王とも記され、日本初期には、ぞりくん、僧女には、余計の名で現れる。四百五十五年九月に、戦王の死去に伴い、王位についた。子に、文衆王。中国南朝と通じるとともに、白木、和国と同盟して、 コウクリに対抗するという、くだらの伝統的外交政策を維持するのに努めた。北朝に対して、コウクリを討伐することを働きかけるが失敗し、帰ってコウクリの侵攻を招いた。その結果四百七十五年には、首都イレーを陥落させられ、大地震は戦死することとなった。四百五十七年十月には、南朝宗の清祖より鎮東大将軍の釈合を受けただけでなく、 458年には自ら、くだら国内で与えていた、家臣団の仮の将軍号を清楚に認めてもらっている。南朝僧の側でも、北義への対抗のために、北義及び、高栗の背後を牽制させる意図から、くだらに対して高い評価を持って対遇した現れでも、ある。471年にも僧に対して、長考を行っている。461年頃、 王子の軍訓梱子を和国に人質として送りよしみを通じた。なお、日本書紀には梱子が和国に向かう際に伴った夫人が筑紫のくら島まで来た時に王子が生まれたので、くだらに送り返されたこと、その王子が武ネ王であることを記している。詳しくは武ネ王日本書紀の記述を参照。金正皇以来100年にわたって中国南朝とのみ通行してきた。 クダラであったが、外郎王に至って、初めて、北義への接触を図った。472年には北義に対して、後部邸即位の経賀施設を派遣すると同時に、上書して、高栗の非道を訴え、北義が高栗を討伐することを願い出た。北義は、高栗クリ、クダラを視察させるために、死者昭安を送ったが、昭安は高栗からクダラに行くことを阻まれ、やむなく、 北儀に帰国した。北儀は高ウに対して出席こそしたものの、結局のところクダラの願いは聞き入れず、これ以後外郎ロは北儀へ長考することはなかった。クダラへの侵攻をもくろむ高ウクリは、僧侶道林をスパイとして送り込んできた。ゴを好む外郎ロは、ゴの名手であった道林を側近として身近に置き、道林の進めるままに大規模な土木事業を進め、国庫を疲弊させることとなった。 国庫の空になったことを見届けた道林は高栗に戻って長寿王に報告し、四百七十五年九月、長寿王はこれを後期と見て三万の兵を率いて、ハンスンに攻め入った。高栗の出陣を聞いて、外郎は王子の文州を悟して南方へ逃れさせた。高栗軍は、官城を攻め、外郎は牢城を図ったが焼き打ちにより、 西方へ逃れたところを捕らえられ、赤津城にて処刑された。在位は21年間であった。この後、この文集王は、逃亡先で即位し、有心に戦とすることとなったが、475年を、もって一旦はくだらは滅んだものと考えられている。ありがとうございます。